タでさえ可愛いアカネちゃんが猫股になっちゃうなんて、これはもう事件、大事件だよ。お魚屋さん、あんなに無防備に運んでたらアカネちゃんに狙われちゃうのも仕方ないよね。プロちゃんも無防備っていうか、なんかぼーっとしてるからアカネちゃんは心配だよ。ゼラちゃんも猫またアカネちゃんにお魚を取られてお腹空かせないよう気をつけるんだよ。
ゼロちゃん甘いよ。台本の読み込みが甘い。確かに猫又は仲間と一緒にお魚を盗みすぎて町の人たちにがっつり怒られたりもするけどさ。プロちゃん最後まで聞いてよ。でも最後はみんなあかねちゃんを許してくれるの。一緒に歌って踊ってハッピーエンドなんだよ。これを愛されキャラと言わずしてなんと言おうか。そう、つまりあかねちゃんこそが愛されキャラだから、最後はなんとなく許されてしまうのだ。これって日頃のあかねちゃんそのものだよね。ね、トロちゃん。え、いやいや、許されようとしなくても許されてしまうのがあかねちゃんだからね。そんなことよりプロちゃん、そろそろお祭りのシーンの撮影が始まるよ。クライマックスの大切なシーンだよ。あかねちゃんを本気にさせないと。プリンとかで。プロちゃん、そんな雑なプリンで納得すると思ってるの？もっと心を込めて。あかねちゃんの勇姿、その目に焼き付けて。